じゃあ続いてね、渦巻き管の働きも見てみます。さっきね、耳小骨が鼓膜の振動を増幅させるって言ったけど、このね、最後のね、耳小骨のアブミ骨っていう骨、アブミ骨っていう小さい骨は卵円層っていうところにはまってて、で、卵円層が揺れて、渦巻き管に振動が伝わるようになってます。まあ、卵円層がスタートだとしたら、まあ、ゴール、まあ、ゴールって言ったら変だけど、ここゴールみたいなところは正円層って言います。正円層が揺れることでね、あの波をね逃がしてくれます。そんで卵円層が揺れて渦巻き管に振動が伝わると、まずここね、ここにね、基底膜っていう膜があって、この基底膜っていう膜が入ってきた音の高さによって、例えば高い音だったらここがものすごく揺れたり、低い音だったらこの辺がものすごく揺れたり、します。音の高さによってものすごく振動する場所が決まってます、基底膜。これも別にあの覚えなくても全然いいんだけど、これあんまりいい例えではないんだけど、物って音の振動数に合わせて揺れやすい振動数とかね、揺れにくい振動数っていうのがね、元の物のこう形とか材質に、よって決まってるんですよ。でこの、基底膜ってこんな風にベタって書いちゃったけど、これね、基底膜って今これ断面見てるから、あの一枚のね、あの板みたいに見えるけど、実はこの基底膜ってね、上から見るとこんな形してるんですよ。こんな風に、正円層とか卵円層に近いところは細くなってて、あとね、しかもね、ここ硬くなってるんですよ。でこっちの、正円層とか卵円層より遠いところって基底膜のね、幅が広くなってるんですよ。これがこう設置されてるんですよ。でそうすると高い音ではこの辺、硬くて幅が狭いこの辺が、で低い音では、柔らかくて幅が広いこの辺が、振動するようになってるんですよ。音の入ってくる音の高さによって基底膜のどの位置が振動するかが、よく振動するかが決まってるんですよ。で、これもいい例えではないんだけど、その物の形とか構造によって、よく揺れる振動数っていうのが決まってるっていうのはさ、例えば、ブランコってあれって連打すればめっちゃ、揺れるわけじゃなくないじゃないですか。ブランコってこう連打したら全然揺れないじゃないですか。だけど一定のリズムでこうやって、ブランコを押してあげると、だん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 、大きく大きくブランコって振動するじゃないですか。みたいに物って、形とか構造でよく揺れる振動数、よく揺れる音の高さっていうのが決まってるんですね。で、この基底膜はそんな形してて、高い音、低い音っていうふうに、入ってくる音に合わせて、特定の場所が、よく振動するようになってます。ほんでこの渦巻き管の断面見てみると、汚い模式で申し訳ないんだけど、前庭回で渦巻き再管で個室回で、ここに基底膜入ってくる音の高さによって、ものすごく、振動する基底膜の場所が決まってます。ほんで基底膜がものすごく振動すると、ここにね、よいしょ、大きい膜っていう膜が設置してあって、でそこに小細胞っていう毛の生えた細胞が設置されてます。これ板書してないけど、本当はね、四肢細胞っていうこの、これ小細胞ね、
腸細胞を、ね、支えるあの他の細胞たちも、こう支えてくれる他の細胞たちも本当はいるんだけど板書してません。でこんな風に腸細胞ってこれね毛が生えてて、これ感覚毛って言うんだけど、この感覚毛が横隔膜と接してます。ほんでこの基底膜がグワーって揺れると、この腸細胞に生えた感覚毛が横隔膜に押し付けられて腸細胞を、興奮が生じます。でその興奮がね、あのこれも板書してないけど、腸神経を介して脳に伝えられて、あ音を我々は感じることができるわけです。このね横隔膜と腸細胞を合わせてコルチキなんて呼んだりします。腸細胞と横隔膜を合わせてコルチキなんて呼んだりします。これがね、あの渦巻き管の働きです。基底膜の振動によって腸細胞の感覚毛が横隔膜に押し付けられて興奮が、生ずると。で、基底膜はこんなね、あの本当は、こんな形、上から見るとこんな形をしてて、音の高さによってよくあの振動するところが違う。だからあの渦巻き管ってもしかしたらこれあの高い音から低い音まで全部感じたいと思ったら、これ長くしなきゃいけないじゃないですか、あの基底膜の長さを。でさ、こんなのにこんなの極端だけど、めちゃめちゃ長い基底膜用意しようとして、これ渦巻き管が渦巻いてなかったらこんなに、まあ、こんなにあのなんないけど、こんなになっちゃいますよ。なんていうか長い基底膜をなんていうか伸ばしっぱなしにしたら。だから、高音と低音を聞き分けたい。だけど、これ長い渦巻き管を、ギュッとコンパクトにしまいたいと思って、だから渦巻き管ってあんな風に渦巻いてるのかもしれませんよね、と考えられますよね。あのメジャーとかだって、巻き尺とかだってこう巻いて収納するじゃないですか。だから渦巻き管も長い基底膜をもしかしたらね、あのいろんな音の高さに、いろんな音の高さを聞き分けたいがために、長い基底膜を用意したくて、その長い基底膜をうまく収納するために渦巻き管は渦巻いてるのかもしれませんね。では、渦巻き管の働きでした。